こんにちは、エルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。ちょっとだけ一瞬に家帰ってきて、実は昨日までにめっちゃ雪山で、富山の立山でこんな感じですっごい場所でいろいろ撮影してて、今一瞬だけ帰ってきてまた飛び立つんだけど、ちょうど今多分この動画アップする時点でおそらく新しいシグマのすっごい面白いレンズが発表されたと思います。新しいズームレンズ、コンテンポラリーシリーズのズームレンズ、そして個人的に結構これ好きな焦点距離がそこに入っているので、ちょっとこの動画でサンプルレンズがあります。今サンプルをちょっといくつかのロケで結構使いましたので、このレンズは素晴らしい、結構使えます。まあおそらく動画特に撮る人とかだったらズームが必要な時、ちょっと柔軟性、単焦点じゃないではない柔軟性が必要な時には結構面白いレンズなんじゃないかなと思います。これは 16mm から28mm までの E マウント、そして L マウントももちろんあります。シグマの E マウントの16から 28mm の F2.8 通しのズームレンズです。なので今日の動画ではこのレンズで撮影している写真、ちょっと何枚かこっちか、そして、どういう感じで撮影しているとか、かっこいいドローンメイキング映像もあるので、それもいろいろ見せるので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そして山木さんの発表が多分ちょうど終わったところで、見られた方いますか、このレンズ気になる方いますか、ぜひコメントで教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。はい、もし私のチャンネル初めて見てる人だったら、エルコです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話、普段アップしてるので、初めての人だったら、ぜひフォローしてくれたら、めっちゃ嬉しいです。そして、ちょうどこの前にアップしてた動画で、実は結構もう、去年からドローンバリバリやってる、ずっと隠してたけど、その動画まだ見てない方がいれば、超楽しいです。それの動画も言われる、下の概要欄に入ってるので、ぜひそれも見てくれたら、めっちゃ嬉しいです。で、今日は 16mm から 28mm、 実はそれの続きもあります。続きというか先に出たんだけど、 28mm から 70mm、 これは28から16mm のレンズです。まあおそらく分かんないけど、何も分かんないけど、70から何かの続きのレンズもいつか出るんじゃないかなと、まあ思うかもしれない思うけど、そこは分かんない。今日はもうちょっと広い方の10、このレンズの動画も出してます。ぜひそれも見てくれたらめっちゃ嬉しいです。まず16から 28mm、まあ、いくつかのシチュエーションで、撮影してました。すごい綺麗な、海での夕日でまず撮影してた写真、ちょっと何枚か、そしてそれで撮影してる、どういう環境で撮影してるかもちょっと映像も流すんだけど、こんな感じで、これは、このレンズで撮影している写真です。16mm、もちろん超ワイドな感じでも撮影はできるんだけど、これ 28mm でもズームできるので、インナーズームです。中でズームができてます。こっちの方が28から 70mm は外のズームです。16はインナーです。28に同じ環境で撮影するときにこんな感じの写真になります。まあどちらもストロボ一つだけで撮影してる感じです。こういう感じのちょっと、撮影風景をどんな風に撮ってるか見るとこんな感じで撮影してます。これは 16mm、 もう一回 16mm で撮影してる夕日でのちょっと結構ワイド、すごいワイドで結構かっこいい写真が撮れます。そしてこれね、後でちょっとレンズのスペックも少し話すんだけど、めっちゃ軽いです。確かね、450g ぐらいだったかな。かなり軽くて、すごい、まあ、運びやすい、まあ。さっき見せてためっちゃ大山です。すごい山で撮影してるときに、結構荷物制限されちゃうんだよね。自分で持てる量が限られてくるので、まあ、カメラも1、2台持っていきたいし、まあ、もしかしたらレンズも3、4、5本の持っていきたいし、ストロボも1頭、2頭ぐらい持っていきたいし、まあ、ドローンも持っていきたいし、いろいろあるんだけど、これコンパクトになると結構、まあ、いいかなと思います。もう一回、これは夕日で撮影してる、16mm から 28mm で撮影してる写真です。16mm でもかなりもすごいシャープでめっちゃ使える、すごいドラマチックな奥行きの写真にもなるし、28mm でも結構、まあ、いい感じに使えます。
次のシチュエーションはもう一回、これ夕日なんだけど、これは今回はあの、雪で の雪山での夕日です。もうこれは、立山と山の立山で撮影している夕日、もうかっこいいです。これすごいまた綺麗な、さっきの海での夕日とはまた全然違う感じの雰囲気の写真です。これは16ミリ超広角で撮影している写真です。この時28ミリであのズームして撮ってたから、もし撮ってたらここにまた写真が入ってます。ただ多分個人的に16ミリで多分8、9割ぐらいで使って、で場合によってもうちょっとあのズームしたい時はあったりするので、そういう時には28にしたりします。おそらくこれ動画撮影してたらあのその場で変えれるのが多分もっと、多分動画で撮る人はもっとズームしたりするんじゃないかなと思います。これは、夕日、その時の夕日での16ミリで撮影している写真です。そしてこれ同じ日ね、あの普通にすごい綺麗な星が出ました。まずちょっと星だけ撮ってて、16ミリでの星で撮ってる写真です。そしてその後にちょっとポートレートも、撮影してたので、これも16mmF2.8 で撮影してる、星空ポートレートです。星空ポートレートです。すげえいい感じに、個人的にね、もうよく言えば、まあ、レンズはまた全然違うんだけど、個人的に14から24mm の F2.8 のレンズは持って、もうちょっと星空とかそういうところには向いてるかもしれません、個人的に。まあでも一人人によって違います。星は多分16か20くらい撮りたい人もいれば、個人的に14とか12で撮りたいことが多いかもしれないけど、まあ、16mm でもすごい、まあ、いい構図見つければ最高です。まあ一応超広角には入ってる感じです。そして、最後の、今このレンズでこの動画で話すシチュエーションは、これ日中です。日中ですごい綺麗な青空で撮影している時の、写真でポートレートです。特にこれ 16mm でどれだけドラマチックでかっこいい感じの写真が撮れるか、ちょっと見てみましょう。これかっこいいです。かっこいいでしょ。16mm、すごい動きがあって、もうなんかめっちゃドラマチックな感じになります。これもあのちょっとドローン映像もあります。こういう風にこういう感じで撮影してる、感じです。この時これは16、もう結構面白いこのレンズです。もう一回ドローンで撮影してる、ちょっとかっこいい風景撮影、風景映像もあるけど、こんな感じで撮れます。まあここもほとんど 16mm で撮ってたかな、ほとんど 16mm でストロボ1灯で撮影してて、まあたまに確か28mm が前でぐらいにちょっとズームしたりすることあったんだけど、まあ個人的にワイドが好きなんで、あの 16mm で撮影することが多かったです。ちょっとだけ映像を見てから、あの見ながらちょっとだけレンズのスペックを話して、ちょっと小さなだけのスペック、まあ、フィルターサイズは 72mm です。 72mm のサイズで、もう一回 450g ぐらいのレンズで、日本で発売が、確か6月17日ぐらいだったかなと思います。もし何か間違えてたらまた下のあの第一コメントにちょっと修正データ、入れようかなと思います。もうすごいこのレンズで、あの日中シンクロ撮影してた時にちょっとだけコツを見せようかなと思ってるんだけど、いくつかのレンズで使う撮影することは結構よくあります。いくつかのレンズを使う時にあのレンズがあの違う感じ の、フィルター系を使うことが多いので、あの例えば 77mm のやつも使うし、 72mm も使うし、82も使うし、こういう感じであの全てのレンズに当てはまるあの ND フィルターか変 ND フィルターを使うと、もう結構なんか撮りやすくなったりします。これはあのまた前動画で結構見せたことあるんだけど、あの、可変レボリング、可変式の ND フィルタープラス PL も入ってます。これ最高です。こういう感じで、このレンズも、使ってました。16mm から 28mm での、透視ズーム F2.8 です。気になる人いますか？ぜひ下のコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。まあ、ではこの動画とりあえずこれで終わりたいと思います。ちょっとまた準備してまた次の旅に出かけないと。また
まあ、近いうちにちょっと面白い動画いろいろ考えてるのでまたアップします。初めての人だったらぜひフォローしてくれたら最高に嬉しいです。もう一回あのドローンの動画もアップしたので、あのドローン始めたよという動画もあるので、あのちょっとミニ3とか皆さんどう思いますか、まあ、この動画で言うのはあれだけど、あのぜひまたコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではこの動画はこれで終わりたいと思います。シグマの新しい16mm から 28mm のレンズが発表されました。で、あのこの試作機をしばらく使って、軽くてすっごいシャープでフォーカスも結構普通に速かったし素晴らしいレンズでした。それの作例はインスタグラムにでも後ほどアップするんで、それも見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、ゆりこでした。イエイ。